山口県立山口図書館、鬼頭あずさは、日本の建築家、男性。1926年、東京吹田多摩郡武蔵野村吉祥寺に生まれる。旧西高校在学中に戦争による、生活の全面的な破壊を目の当たりにし、ごく当たり前の生活の根拠地を作ることへの、関心から建築を志す。1950年、 東京大学第一工学部建築学科卒業後、前川国を建築設計事務所に入所。同事務所では、神奈川県立図書館、音楽堂、国立国会図書館、世田谷区民会館、区役所等を担当。人間の生活の展開としてのプランイコール、平面計画を非常に重要視する前川の姿勢から、多くを学ぶ。1964年に対処し、 鬼頭あずさ建築設計事務所を設立。独立後最初の本格的な仕事となる東京経済大学図書館は建築界からだけでなく図書館界からも高く評価される。これを契機に公共図書館及び大学図書館の設計の特名依頼が相次ぐことになり、特に本格的な施設の建設よりも移動図書館や文館による地道な活動を先行させ、 注目を集めていた日野市立図書館の館長、前川常夫との出会いから生まれた日野市立中央図書館は、日本の公共図書館の歴史を決定的に方向づけるほどの影響を多方面に及ぼす。この重要作以降も市は図書館を民主主義に不可欠な知識、情報へのアクセスを具体的に保障するために構築されるべきすべての人々へのサービスのシステム、 変化への期待に満ちた活動的な場と考える立場から身近で平面で開放的な空間の実現を一貫して追求する図書館建築のパイオニアとも呼ばれるようになり函館市中央図書館まで30を超える図書館の設計を手掛ける他方で前川を引き継ぐ形で建築家の職業倫理について機械やるごとに発言設計とは 建築独自の秩序とそれとは、本来無関係な生活の間に有機的な関係を作り出す過程であると説くとともに、デザインの自由は常にクライアントと社会のために行使されるという限界を超えることは許されないと強調し、現代建築における造形的関心を優先させる傾向や人間性の交代に繰り返し強い懸念を表明する。建築家職能運動において、 常に指導的な役割を担い、JAA 時代より日本建築家協会の養殖を歴任。1992年から1996年までは同協会会長。2008年東京都武蔵野市にて死去。82歳没。葬儀は自ら設計したキリスト品川協会で行われた。神戸市立中央図書館山梨県立図書館国際。 キリスト教大学図書館の元館長、鬼頭東子は妻。ありがとうございます。